パッパラパッピーなっちゃんです。はい、今日はですね、意味がわかると怖い話というのをね、一人で実況していきたいと思います。どうなんだろうな、意味がわからないと怖くないってことだから、ちょっとそこだけ心配。まあ、とりあえず一人でステージ5からねやっていきたいと思います。はい、スタートしていきます。ステージ5、入る位置から遊園地、小学校に入る前の娘と遊園地に行った。入り口には看板が貼ってあって、楽しんでねと書かれていた。まだ字が読めるようになったばかりの娘がまじまじとその看板を見ていて微笑ましかった。ジェットコースター、観覧車、コーヒーカップといろんな乗り物に乗ったが、しかしどうにも娘はそわそわして楽しんでいる様子がない。俺はせっかく遊園地に来たんだから、入り口に書いてあるようにしないとダメだぞと言うと、やたら暗い顔になる。まだ遊園地は早かったのかもしれない。仕方ないから帰ることにした。そして娘はその日自殺した。俺は今でも自分を許せない。ほう、なるほど。推測する。ゾッとする文章を選択しよう。娘はなぜ自殺してしまったのか。父親かな、これは。娘って言ってるから父親でしょ。父親のことが嫌だったから。おかしい文章を選択するんだもんね。なんだろう、ちょっと噛んでいこう。まだ遊園地は早かったのかもしれない。これがおかしい。違います。ちょっと待って、わかんないな。しかしどうにも娘はそわそわして楽しんでいる様子がない。これがおかしい。本当は楽しんでいた。違います。わかんないな。俺は今でも自分を許せないがおかしい。違います。小学校に入る前の娘と遊園地に行ったがおかしいんだ、そもそも。これが違います。まだ字が読めるようになったばかりの娘じゃない。わかんない。これかな。俺はせっかく遊園地に来たんだから、入り口に書いてあるようにしないとダメだぞ。違います。え、待って、答えないじゃん。まじまじとその看板を見ていて微笑ましかったが違う。ちょっとヒントを見ましょう。ヒントを見るっていうのがあったから、入り口の看板にはなんて書いてあった。楽しんでねと書いてあった。ん？ってこと？楽しんでねと書いてあった。楽しんでね、楽しんでね、楽しんでねと書かれていたを、じゃあ選択しよう。正解。なんで？楽しんでねと書かれていた。解説。字が読めるようになったばかりの娘、楽しんでねを楽に死んでねと解釈してしまったのであろう。父親にそれを言われてしまい、素直な娘は悲しそうな顔をしながら、死んでいった、なんとも許せない、うわかわいそう。なんか今ちょっと涙が出そうになった。なんか、うわ、そういう意味か。死ん、あ、だからひらがなが読めるから死んでねっていうとこだけすごい来ちゃったのかな。かわいそう。はい、じゃあファイル2、飛行機事故により遭難し、無人島で数年間生活をしていた夫婦が発見された。救助されてしばらく二人はインタビューを受けた。島の生活で辛かったことは何ですか？とにかく肉が恋しかったですね。あの島は果物と水は豊富にあったのですが、動物は全くいなかったんです。なので肉を口にできるのはせいぜい10ヶ月に1回くらいでした。終わり。え、待って、どういうこと？おかしい。はい、おかしい点発見しました。動物が全くいなかったのに10ヶ月に1回はお肉を口にできていたということがおかしい。推測する。矛盾点を指摘してください。そういうことだよね。これ怖い答えじゃない？回答する。あれ、違う。あれ、動物が全くいなかったんですがおかしいのか。あ、自分たちが動物ってこと？人間は動物？回答する。正解。回答、動物が全くいなかったんです。解説、肉を口にできるのはせいぜい10ヶ月に1回くらいでした。遭難していたのは夫婦、妊娠して出産した子供を食べていた。
の子供を食べるために産むなんて想像したくない。そういうこと？怖っ。というかなんかむごいね。妊娠して出産した、10ヶ月に1回妊娠して出産してたのか。めっちゃ大変じゃん、めっちゃ大変じゃんそれ。次、ファイル3。ある男が完全に密室された部屋で1ヶ月生活できたら300万というゲームに参加した。事前に持ち物を用意できるっていうんで、大量の水と携帯食料、ライトに電池、携帯ゲームに漫画と持てる限りの荷物で挑んだ。ゲームの主催者が本当にその装備で大丈夫かと念を押す。ああ問題ない。答えるとゆっくりと扉が閉められた。一筋の光もない、音もない、シーンと静まり返っている。しかし携帯ゲーム機もあるし、ライトの明かりじゃちょっと暗くて読みにくいけど、漫画もある、食料だってたくさんある。もっと見るっていうのがある。もっと見る。あ、続きだ。トイレは多少汚いけどその辺ですればいい。1ヶ月耐えれば300万だ。たくさん寝たはずなのに眠くなってきた。とりあえず眠るか。何がおかしいんだ。推測する。ゾッとする文章を選択しよう。男が眠くなった原因を指摘してください。男が眠くなった原因？待って、全然わかんない。なんで眠くなってきたかでしょ。待って、なんだろうな、なんで眠くなっちゃったんだろう。でも真っ暗になると眠くなるっていう現象はよく起こる。逆光だな、なのに眠たくなってきた。とりあえず眠るか。食料だってたくさんある。トイレはまあ多少汚いけどその辺ですればいい。1ヶ月生活できないんだ、もともとじゃ。事前に持ち物を用意できるって言うんで、でもさ、これさ、なんで眠くなってきたかってことは多分、なんで、でも推理しないといけないんだよね。ライトの明かりじゃちょっと暗くて読みにくいけど、漫画もある、食料だってたくさんある、トイレはまあ汚いけどその1ヶ月耐えれば300万だ。だからもともと主催者は1ヶ月耐えさせるつもりがない。ちょっと回答して、違います。違うね。ゲームの主催者が本当にその装備で大丈夫かと、たくさん寝たはずなのに眠たくなってきた。とりあえず眠るか。もしかしてあれかもしれない、部屋がめちゃくちゃ寒くて、寒くて体温がすごく下がってきて眠くなってきちゃった。投資しちゃうみたいな感じだ。とりあえず眠るかで寝ちゃいけないのに寝ようとしてるから、これが違う。回答違います。ヒントを見る。あと1回しかヒント見れない。ほら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 、ヒント、部屋はどんな状況。極寒だ、絶対絶対極寒だ。考え直す。たくさん寝たはずなのに眠たくなってきた。これが違う。あれ違う。本当にその装備で大丈夫かだ。あ、それだ。あれ違う。漫画と持てる限りの荷物で挑んだ。ゲームの主催者は本当に、ああ問題ない、ああ問題ないだ、ああ問題ないが違う。扉が閉められた。回答する。違います。分かってるよ、違うの。分かんないぞ。しかし携帯ゲーム機もあるし、ちょっともうこうなったら一個ずつタップしていくしかないね、怪しいところから。一筋の光もない、これが違います。音もない。回答する。違います。分かんないから答えを見せてほしい。答えを見ましょう。こうなったら本当に見ますか。友達にシェアをすると答えを見ることができます。シェアをする。
ねえ、ツイッターでシェアをしないと見れないんじゃん。完全に逃げ道を塞がれた。どうしよう。なんでこんなにわかんないの？密室された部屋の中で。正解した。え？どういうこと？え、正解した。イエーイ！回答、完全に密室された部屋の中で。解説、完全に密室された部屋。つまり、1ヶ月空気が持たず、窒息死してしまう。僕は少し眠くなったので、とりあえず眠ることにした。これは、すでに酸素が足りなくなっているから、眠くなってしまったのだろうか。そう！そういうことか！あ、なるほどね。本当にその装備で大丈夫かっていう時に、酸素ボンベとかを持ってきとかないとダメだったってことか。いや、これは難しいよ。わかります？全然わからない。難しい。次へ。悔しいな、リベンジ。ファイル4、タイトル、お化けなんか飛んでいけ。夜中目が覚めて、怖い時のおまじない。シチンプイプイ、お化けなんか飛んでけ。これを大きな声で何度も唱えると、いつもママが来て小さい明かりをつけてくれる。そして背中をトントンしてくれたら安心して眠れるんだ。だけど今日は何度唱えてもママが来ない。僕の部屋は相変わらず暗いままだ。ママ早く来て。今日はお化けが飛んでいかない。ドアを開けて大きな赤いお化けがこっちを見てニヤニヤ笑ってるんだ。なんて怖い。なんか怖いと涙が出てきそうになってしまう。わからない。大きな赤いお化けがこっちをニヤニヤ笑っているんだ。ギャオって感じだね。ちょっと推測します。ゾッとする文章を選択しよう。ママが来ないことを示唆する箇所を指摘してください。え、わかった。え、絶対わかった。はい、ママが死んじゃった。家族系はダメだよ。悲しい気持ちになっちゃう。だけど今日は何度唱えてもママが来ない。あれ、違う。え、さっきからこんなのばっか。なんで？シンプイプイ、お化けなんか飛んでいけだ。これだ。違う。何？いや、でも絶対そうじゃない。だからママがシンプイプイ、お化けなんか飛んでいけって言うと、お化けが飛んでいくおまじないだから、そのこのおまじないを唱えたことでママが飛んでいっちゃった。絶対これだと思うんだけど。あれ？違う？ママ早く来て。違います。今日はお化けが飛んでいかない。違います。わかった。これママが死んだんじゃなくて、逆でこの僕が死んじゃって、現実じゃないお化けの世界に行っちゃったとか。大きな赤いお化け。あ、正解した。なんかもう当てずっぽゲームみたいになっちゃってるじゃん。回答、大きな赤いお化けが。解説、大きな赤いお化けとは強盗や快楽殺人者、母親を殺した返り血を浴びているため、子供には大きな赤いお化けに見えている。母親は殺されてしまっているため、大きな声でおまじないを唱えても来てくれない。大きな赤いお化けがこっちを見てニヤニヤ笑っているため、これからこの子供も殺されてしまうだろう。やっぱりお母さん殺されちゃったんだ。泣きそう。しかもちっちゃい子供。うわーね。フィクションです。次、ファイル5。じゃあこれをラスト
問題ラストぐらいをねパシッと決めていきたいですね。私リサ6歳。リサは最近嬉しいの。だってパパが早く帰ってくるから。いつもは夜遅いのに最近は学校から帰ったら毎日お家にいるの。いっぱい遊んでもらえるの。だからリサは今とっても幸せ。この前はね、パパとママとリサで一緒に洗濯物を畳んだの。干してあるやつを部屋に入れて畳んで押し入れにしまったの。リサとっても上手にできたんだよ。だからね、今は毎日やってあげるんだ。この間学校から帰ったらね、パパもママもいないの。退屈だからまた洗濯物を畳んであげたの。でもね、パパとママのズボンはまだ畳んでないの。いつもと違って部屋に干してあったんだけどね、いくら引っ張っても取れないの。ズボンにくっついてた靴下は取れたんだけどね。だからまだ部屋にぶら下がったまま、ママに取ってもらわなきゃ。あー、パパとママ遅いな。お腹も空いたな。リサね、もう3日何も食べてないの。本当に泣きそう。これは親が自殺しちゃったんだと思うんですよ。ちっちゃいから6歳って本当に多分本当にちっちゃいですよね。身長とかも首吊り自殺とか親がしちゃって、その靴下だけ取れたっていうことは、こう引っ張った時に靴下は取れるけど、履いてるからズボンとかはなかなか取れないじゃないですか。多分そういうことですね。はい、パパとママが遅い理由は何でしょう。推測する。待って、でも最近リサ嬉しいの。だってパパが早く帰ってくるから。あ、そういうことだ。多分だからパパがリストラをされてやっていけないから家計が自殺をした。やばい、心が。よし、パパとママ遅いな。回答する。違う、これどこを選んだらいいかな。あんま分からないね。難しい。何だったっけ、さっき推測するのやつ何だったっけ。忘れちゃった、忘れちゃったよ。今は夜遅いのに最近学校から帰ったら毎日お家にいるの。最近は学校から帰ったら毎日お家にいるの。違います。5秒後でレビューしてくれたらヒント見せたら誰が見るか。頑張るんじゃ。いくら引っ張っても取れないの。こうやってね、取れないの。あ、正解した。さあ、理由は何でございましょうか。回答、いくら引っ張っても取れない。解説、いつもと違って部屋に干してあったんだけどね、ズボンにくっついてた靴下は取れたんだけどね。ズボンに靴下がくっついていて干されていること自体がおかしい。なるほど、確かに確かに。そうか、そこの文章表現がおかしいのか。あ、そっか、あ、そっか。つまりこれはパパとママが首を吊っている。身長的に靴下までは脱がすことができたものの、ズボンまでは脱がすことができなかったということ。しかしパパとママが洗濯物だと勘違いすることなどありえるだろうか。いつもと違う洗濯物、そして上を見上げれば顔も見ることはできるはずである。死んでいることを受け入れられずに現実逃避してしまったようにも感じてしまう。文章自体も漢字を使って構成されている。パパとママの死が受け入れられずに6歳の自分に退化してしまった。考えると非常に悲しい話である。パパとママの死が受け入れられずに6歳の自分に退化してしまったっていうことは、本当は6歳じゃないってこと。はい、でもそういうことだね。そういうことだったですね。はい、はい、ということ
ということで今日は意味がわかると怖い話を1から5までやっていたわけですが、最後の話とかちょっとね悲しくて心にねずーんと来ちゃうような話だった。もっと私がねこう推理力があればもっとポンポンポンといけたんじゃないかなと思うと、やっぱ心残りが素晴らしいですけども、はい、ということでこの動画が面白いと少しでも思っていただけたら高評価コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。